ミラタン、寒くなってきて夜寝つけないことはない？このままでは睡眠リズムが乱れてしまうかもしれないね。放っておくと心と体に大きな影響を与えてしまうかもしれないよ。これを見て。睡眠時間が短くても逆に長すぎても死亡するリスクを高めてしまうんだ。短い場合は自律神経やホルモンバランスが乱れることによって肥満や高血圧、うつ病などになりやすいよ。長い場合は脳卒中や心臓病などを引き起こしやすいことが様々な研究で分かっているよ。睡眠リズムの乱れにより体の機能を適切に保つことができず、疲労感や倦怠感、イライラが現れてしまうことがあるよ。適切な睡眠をとるために今日は5つのポイントを紹介するね。1つ目は食事のリズムを整えること。朝食を食べることによって体が目覚め、1日のスタートをスムーズにするだけではなく、体内時計のリズムも整えることができるよ。夕食は寝る2時間前までには食べることによって肥満予防にもつながるね。2つ目は寝る前にアルコールやカフェイン入りの飲料は飲まないこと。寝るときにアルコールを摂取すると寝つきを良くすることもあるけど、その後の睡眠を不安定にしてしまうよ。またカフェイン入りのコーヒーや紅茶、栄養ドリンクは寝る前の 3、4 時間は控えるようにしよう。3つ目は適度な運動をすること。ウォーキングなどの無理なく毎日続けられる運動を習慣化することによって睡眠と覚醒のリズムにメリハリがつき、寝つきを良くして夜中に目が覚めることを減らすことにもつながるよ。4つ目はぬるま湯に浸かること。体の内部の体温が下がり始めた時が心地よい眠りのタイミングだよ。寝る 1、2時間前までに15分程度ぬるま湯に浸かると一番効果的だね。5つ目は寝室環境を整えること。寒い季節は朝晩とても寒くなりやすいので、毛布、寝室のエアコンやストーブをうまく活用して、起きる時間、寝る時間は自分に合った温度にしましょう。そうだね。今日のポイントを何か一つでも取り入れて良い睡眠を心がけましょう。